はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、アークランドサービスホールディングスの方を紹介していきたいと思います。こちらの銘柄ですね、株価化,化けると思っている銘柄ですね。6月の、えー、優待銘柄のライブ放送というのを以前したんですけども、その中で見つけた銘柄でして、一応優待の内容がですね、あのカツヤとかを運営している会社なんですけども、そういうカ,、えー、カツヤ等で使える優待の食事券というところがですね、まあ、年に2回もらえる形で2200円分ですね、もらえる優待株なんですけども、 優体、まあ、も使いやすい、えー、ところではあるんですが、まあ、株価ですねキャピタルゲインの方を狙える会社なんじゃないかなって思ってますはいカツヤだとかあと唐揚げ屋さんの唐山とかですかねあとマンゴーツリーだとか肉飯、えー、岡村屋あと江戸前のですね天丼屋さんだとかそういう様々なんですね、えっと、飲食店の会社飲食系の会社っていうところを子会社にしている会社なんですけども まあすごいですね、えっと。株価チャートの方が2018年度というところピークにですね、綺麗な右肩上がりに上がっていまして、まあ、そこから若干下落していて、まあ、コロナショックで大きく下がって、今ですねコロナショック前の水準まで戻ってきていて、まあ、それを超えてきている感じですかね。株価自体は2400円ぐらいなんですけども、まあ、今後ですね、これあの上場より最高の2700円は優に超えてくるんじゃないかなと思ってます。まあ、理由としましては、 えっと、ワークランドサービスホールディングスのですね、過去の経営仕様というところにございまして、売り上げ高というところが綺麗な、まず右肩上がりですと。で、一株当たりの利益というところがですね、2018年で1回ピークになって、そこから若干下落してるんですけども、まあ、2021年というところが EPS100 円というところで、上場来の中で一番高い一株当たりの利益というところを稼げておりまして、ま、一株当たりの価値ですかね、稼ぐ力、一株当たりの稼ぐ力が、 2018年の,80円,のピーク80円から100円に上がりますので、この株価もですね、えっと、それにつられて上がってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、EPS の方が2018年がピークなので、まあ、株価の方も、まあ、それにつられてピーク,だ、えー、ピークなんじゃないかというところですかね、説明としましては。はい というところで、まあ、あの、カツヤなんですけども、メインがカツヤを運営している会社なんですけども、もともとコロナ前からテイクアウトとかの、えー、ところも行っておりまして、コロナの影響というところ、あまり受けずにですね、まあ、順調に売上高ってというところを今期も伸ばしておりますので、まあ、そこら辺の説明というところを決算短信で、えー、行いますと。で、今後もですね、売っ上売上高というところが伸びそうで、かつ EPS というところも達成できそうだなと思っている理由がございますので、まあ、そちらを先に説明させてください。 まあ理由としましては2点ございまして、えっと、1つがですね、決算の補足説明資料にあるんですが、うーんと、これですかね、ブランドポジショニングっていうところで、えっと、アークランドサービスの、アークランドサービスの方の、まあ、バフェットコードのタグの方にもあるんですけども、まあ、積極的に M&A というところを実施しておりまして、えー、会社のポジショニングっていうところもですね、広げてます。 当初はカツヤっていうところで、男性でかつシニア層っていうところをターゲットにですね、あのお店の方を運営していたんですけれども、最近は積極的にエマンド行っておりまして、まあ、例えばシニア層、よりシニア層向けにですね、江戸前の天丼だとか、まあ、とんかつ屋さんっていうところあの高級系のとんかつ屋さんですかね、というところを会社として公開社会したりだとかですね、女性層を取り組もうっていうところで、えー、ミールワークスっていう会社のマンゴーツリーだとかですね、 バックパッカーズの方の、まあ、たらこのお店だとか、えー、ごちとんですかねちょっと何屋さんかわからないんですけどもというところで、まあ、女性の方がよく使うような日常食系というところもですね、あのー、拡大しているというところで、まあ、シェアの方ですかね市場規模というところがこの男性の、えー、シニア層というところからもよりシニア層もないしは女性のところというところを広げているというところになるので、はいまあ、今後もですね 伸びてていいいくんじゃないかなかと思ってますあの、はいまあ、ターゲットが増えているので単純に売上も伸びてきますよねという例ですね。で、もう一つが重要でして、1店舗あたりの売上高ってところにございますとあの、いきなりステーキとかって、いきなりステーキという会社ありましたけども、非常に株価上がりましたけども、あの1店舗あたりの売上高ってところがですね、実はあの減ってきていて、結構食い潰してたんですね、ステーキ、<laughs> ステーキ市場ってところを。 しかも自社の会社で <laughs>。っていうところで、あの1店舗あたりの売上高とかも減ってきて、あの1店舗あたり、店舗数は増やしてたんですけども、その1店舗あたりの売上高ってところが減っていましたっていうところで、まあ、株価がですね、これやばいんじゃないかっていうところで下がってきたっていうところもありますが、まあ、そもそも利益も出せてなかったと,ところもありますけども。で、つやの方はですね、えー、と売上店舗数ってところも順調に上げつつですね、かつ1店舗あたりの売上高ってところもまあキープしているってところが、個人的にはいいなと思ってます。 1>, で1店舗あたりの売上高の方、有価証券報告書とか見てもなかったんですが、あの補足説明資料の方ですかね、こちらのプレゼン資料の方に、えっ、ー、と、セグメント別の売上高っていうところが載っていて、まあ、かつや国内の売上高はこんぐらいですよっていうのが載っていて、かつ店舗数っていうところも載ってましたので、ちょっと自力で計算してみました。はい、で計算した結果がこちらになってまして、 これ2019年度と2020年度のカツヤの方の主力あの、アークランドサービスの主力であるカツヤと、まあ、2つ目の主力のカラヤマとてところを比較してます。はいえー、と売上高のところでカツヤが69.8%ですね。まあ、7割を占めてますね。カラヤマの方が大体2割ぐらいっていうところを占めてるんですけども。 ま、そこの1店舗あたりの売上高ってところですかね。ま、あ特にカツヤなんですけども、店舗数が2019年度406店舗で、売上高ってところが、えー20、233億ですね。233億。 だったので1店舗あたりの売り上げ高ってところが、えー、0.57億円ですかね、1年あたりってところになってましたと。一方、2020年度の方も同じく0.57億円というところになってます。で、唐山の方は、まあ、若干下がってるんですけども0.82から0.78ってところで、唐揚げ屋さん今非常に人気で、あの出店するのもあまりお金がかからないっていところで、まあ、個人の方とかもあの積極的にあの今出店しているので、ちょっと1店舗あたりの売り上げ高ってところは、まあ、下がってはいるものの、まあ、活用よりはたくさんありますし、結構あの1年、 あたり7800万円も稼げているので、まあ、ここは十分かなと思ってまして、えー、今のところ、この実績ベースでいうと、順調に成長しているのかなと思ってます。はい。で、決算の補足説明資料の方の下の方を見ていきますと、えー、と出展計画というところがございまして、これは2020年の実績ですね。 というところで2021年度はこのぐらい店舗数を増やしますよというところがございまして、まあ、主力のカツヤですかねこちらもあの14店舗ですかね増えますし空山の方もですね3 25店舗ぐらいですかね30店舗ぐらい増えるというところで、まあ、売上高というところは普通に1店舗当たりの売上高がさっきに乗っかってくると考えてくると、まあ、あの増収というのは間違いなく達成できるんじゃないかなと思ってます。と、はい、いうこの2つの理由によりですね あのポジショニングというところですね、ターゲットの層を増やしてあの広げているというところと、まあ、1店舗あたりの売上高というところをキープしつつ、えー、出店のところを積極的に行っているという点で、ですね、今後も増収が見込まれるのかなと思いまして、まあ、増収は間違いないですよと。で、利益の方もあも売上が増えれば、ですね、営業利益率というところも一定と考えれば、EPS も上がりますというところで、株価上がってくるんじゃないかなと思ってます。はい。 というごあの説明ですね。まあ、ですので、まあ、上場以来最高の EPS 更新しましたら、まあ、株価チャートもですねこの2800円のラインを超えてきてから、まあ、超えたらもう早いですよね。株価っていうのはどんどん上がってくるんじゃないかなっていうところですかね。はい。と <coughs> いうところで、えっと、詳細な部分ですね。というところは、決算の補足説明資料の方でご説明いたします。まあ、こちら第4クォーターの決算になりますので、きち結構情報が多いんですけども、まあ、頑張って説明していきます。はい。 売上高ってところが15.9%の増収です。営業利益ってところが1.2%の増益になってまして、えっと、45億円ですかね。まあ、昨年に比べると増益幅ってところは、あの、縮小はしていますが、まあ、積極的にですね、人材雇用だとか、まあ、そういうところでお金を使ってますので、まあ、営業利益ってところが若干下がっているってところになるかと思います。また、今期はですね、あの特別損失の方を計上しておりまして、えっと、神奈川の1店舗で思ったより売上が上がらなかったってところで減損を出してますので、まあ、こちらの方、えっと、影響で、 えー、7%減益ですかね、当期純利益が減っておりますと。まあ、なので、1株当たりの利益というところも減っているというところになります。まあ、来期以降はその減損とかももう今、今回計上しましたので、まあ、来期以降はあの特別損失は起きないのかなと思ってまして、これがちょっと来期以降も特別損失が減損で起きるようだと、少し中止ですかね、注目、あのー、ネガティブな方で注目した方がいいかなと思うんですが、まあ、来期以降も起きなければですね、あの普通に、えー、EPS というところは100円超えてくるんじゃないかなと思ってます。 はいまあ、売上高の方が386億円、えー、営業利益の方が45億円という形で、えー、まあ1株当たりの利益というところから74円という形で、まあ、昨年よりも5円下がりましたよというところですかね。あと、自己資本当期準利益率、ROE と呼ばれるものですけども、会社の資産でどれだけ準利益を稼ぐことができたかって表すようですね。こちらが11.6%という形で、まあ、一般的に8%を超えていればいいよねって言われてますので、まあ、そのラインを超えてきているというところで、まあ、非常に良いのかなと思います。 で総資産、経常利益率。こちら ROA と呼ばれるものですね。まあ、総資産の中でどれだけ利益をあの、経常利益を出すことができたかっていう手法ですね。あと、売上高営業利益率。こちらが、売上高のうちどれだけ営業利益出せましたかってところで、売上高のうちの11%が営業利益でしたよっていうのがこちらの表になってますで。利益率も高いですね。 はい、で財務の方ですけれども、こちらは総資産の方が290億から320億ってところで、3条件増えてますと、まあ、理由としましては出店を行っておりますので、店舗数ってところが増えたことによって、えー、資産が増えたっていうふうに考えることができるかと思います。まあ、純資産の方もも、まあ、10億円ぐらい上がってまして、まあ、自己資本比率63.8%というところで40、40%を超えていれば、まあ、不況でも、まあ、あまり倒産しないよねって言われてますので、まあ、十分な。 会社の資産というところを持っているかと思います。ちなみに自己資本比率の方は、総資産のうちどれだけ純資産がありますかっていう、まあ、つまり会社の資産がありますかっていう指標ですかねで。次、キャッシュフローです。こちらの方、活躍等を運営しておりまして、毎日ちゃんとお金を稼げるビジネスっていうのを持ってますので、基本的に営業活動によるキャッシュフローというのはプラスになります。はい、で投資の方ですね、昨年に比べると積極的に投資の金額っていうのが増えてます、ね、38億円になってますね。 あとは財務活動によるキャッシュフローというところでこちらはマイナス26億円というところでえまあ後ほど詳細を見ていきましょうはいまキャッシュフローの合計がマイナスになってますのでまあ期末の残高からお金,を減らすあのお金が減っているというところで昨年が183億円で今期が159億円になってますとはいまあ十分キャッシュはありますのでまあ特に問題ないのかなと思います 配当金の方はですね、コロナ等の影響もございまして、2020年、2021年というところは24年の配当据え置きになってます。コロナ前の水準までは順調に右肩上がいて配当金が、えー、来てますので、まあ、アフターコロナになりましたらですね、まあコロナが落ち着けば配当金というところも順調にまた増配するんじゃないかなって思ってますね。はい。 そんな感じですかね。で、通気予想、来期の売上高の予想っていうところも、えー、売上高増収増益で、1株当たりの利益も増えますよっていうふうに書かれてます。はい、そんな感じですかね。はい、では、えっと、詳細部分見ていきましょう。まあ、定性的な説明の方は飛ばします。はい。 でバランスシートをですね、こちらも財務系のところですけども、こちらも飛ばします。まあ、基本的に有形固定資産ですね、建物及び構造物というところが62億から89億というところで、まあ、出店をした結果、まあ、資産が増えてますよというところになってます。まあ、自己資認率は60%超えてきておりますので、申し分ないのかなと思います。で、えっと、PL の部分ですけども、こちらもですね、えっと、売上高、営業利益とかは特に気にならなくて、特別損失ってところで減損損失を出しているってところになりますね。 でこれの理由を調べるのに実は少しだけ時間かかりまして、決算端子に載ってなかったんですよね、理由が。省略しますって書かれてあって、有価証券報告書の方を頑張ってみたら見つけました。えー、っとですね、減損を計上しましたっていうところで、これですね、まあ、影響活動から生ずる損益っていうところが継続してマイナスである1店舗がありましたと。これが神奈川県の1店舗なんですけども、それの回収可能 価格まで減損したってところで、えーまあ、減損の方、特別損失の方を今期ですね、32億円 ?3.2 億円かなやってます。3.7億円でした。はい、3.7億円やってますと。で、これ、あの1店舗あたりの売上が思ったよりあの伸びなかったってところがございますので、これがですね、来期、まあ、来年だとか再来年ってところも、この減損をするようであれば、 どちらかというと特別損失ではなくてもっと上位の,あの営業外費用だとか売上高の減価とかに計上すべきですかねちょっとここら辺は、まあ、少し注視がしたいところですけども、まあ、昨年も減損していなかったので本当に今年だけの,あの理由かなと思ってます、まあ、コロナとかもありますしそこら辺が響いてるのかもしれませんねはいそんな感じですかね、はいまあ、特別損失がございまして昨年に比べると当期純利益というところが27億円から えー、25億円というところで減ってますよという理由になります。来期は起きないのか、来年は起きないのかなと思ってます。あと、キャッシュフローですけども、まあ、キャッシュフロー、営業活動によるキャッシュフローの方はしっかりとあの純利益というところを稼げておりますので、まあ、今期とあの昨年と一緒であの営業キャッシュフローというところはしっかりプラスですと。で投資の方が昨年に比べると3倍行っておりまして、えー、と貸し付というところをです、ね、やってますね。まあ、おそらく子会社に向けて貸し付けをしているはずで、 お金が足りないとかがあったのかもしれませんし、コロナの影響で、まあ、単純に出店とかするために貸し付けが欲しかったっていうのもあるかもしれませんが、まあ、子会社向けに貸し付けしてるんじゃないかなって思ってます。はい、あとは有価証券、えー、固定資産の取得ってところで、まあ、出店ってところを進めておりますので、えー、それの、えー、投資金額ってところが計上されてますかね。 まあ、投,資の活動投資活動によるキャッシュフローの方はマイナス幅ってところはマイナスであるのは望ましいと個人的には思ってますので、ねまあ、特にこういうあの成長している企業ですかね、はい、ところはありますので、まあ、特に懸念はございませんで財務活動によるキャッシュフローの方もこれはプラスでもマイナスでもどちらでもいい数字ではあるんですけども、まあ、プラスであれば会社にお金が入ってくる、まあ、つまり銀行とかからお金を借り入れてから あのキャッシュが増えてるってところでプラスにしますしマイナスの場合は逆に銀行にお金を返していたりだとか投資家に配当金というところを渡していたりとかというところで、えー、マイナスになりますね。で、今期の方は昨年あの銀行に短期の借り入れ金というところをやっているのでそれを返したというところで、えー、マイナスになってますと。こっちが昨年プラスで今期はマイナスですね。あとは連結の子会社系の取得ですかね。 連結の範囲の変更に伴わない子会社の株式の取得ってところで96億円、ごめんなさい、えー、9.6億円ですね、計上してたりしますと、まあ。配当金もございますってところですかね。はい。っていうところで、えっと、今期の方はキャッシュフローマイナス24億円になっておりますので、えっと、機種の残高からですね、期末の残高にかけてですね、24億円減ってまして、1159億円になってますと。はい。そんな感じの決算短信ですね。はい。あと、有価証券報告書ですけれども、ざ、まあ くとですね、説明しますここだけ説明しましょうかね連結の業績範囲というところだけ見ていきたいと思います、まあ、売上高あったところは順調に伸びてますと、はい、で1株当たりの利益というところも伸びてきています、まあ、2018年というところがピークだったんですけども、まあ、そこからですね、えっと、2021年度は増えてくるんじゃないかなと思ってます 理由としましては冒頭申し上げた通りですね。まあ、自己処分率の方も積極的に M&A というところを行っておりますので、自己処分率自体は減ってはきているもののですね、あの40%を超えてきておりますし、 まあ現状63%もございますので、あの特に問題がない、えー、水準かなと思ってますで。株価収益率ですね。こちら22倍、36倍、27倍、23倍、29倍というところで、まあ、PER と呼ばれるものですけども、まあ、利益の観点で、その株が割安か割高かっていうのを判断する指標ですね。まあ、平均が大体22 23倍前後になっておりまして、現状がですね、21.4倍になってますと。で、えーっと、今ちょうどですね、日経平均結構上がってきていて、日経平均自体の 株価収益率 PR が22倍ぐらいまで、来てるんですねで、えー、と2019年以前っていうのは日経平均の PR っていうのが15倍程度なので、単純にですね、日経平均自体が割高になっているにもかかわらず、アークランドサービスホールディングスの PR の方はそこまで上がってきてないってところになりますので、まあ、そういうところで比べてみると、現状割安なんじゃないかなって思ってます。はい。いや、伸びてくると思うんですけどね。 はいそんな感じですかね。はい。というところで、私がお伝えしたかったポイントっていうのは、す、え、べ、ー、てお伝えしました。ちょっとまとめに入りますね。まず、株価の方なんですけども、2018年度ピークになっておりまして、そこが下落しているんですが、まあ、2021年度にかけてですね、まあ、決算内容通りにいけばですね、あの株価、上場来最れたで超えてくるんじゃないかなと思ってます。で、決算のですね予想っていうところ、当たってくるんじゃないかなと思ってまして、えっ、ー、と、まあ、理由としましては2つですね。 積極的に M&A を行っておりまして、ブランドポジショニングっていうところを広げているっていうところで、さまざ、あ、ま、えー、なですね、えー、年齢層っていうところと、まあ、性別の方っていうところを取り,込んで、えー、取り込めていくんじゃないかなって思ってます。なので、売上高上がってくるんじゃないかなってところですね。でもう一つの方が、1店舗あたりの売上高、特にカツヤですかね。 ところはそこまで変わってませんと0.57億円のところで、カラヤマは若干下がってますけども、十分稼げているというところで、もう出店の方もですね、2021年度もです、ね、積極的にやっていきますよという話がございましたので、はい、1店舗あたりの売り上げがあの一定で出店数が増えれば単純に売上高上がりますよね、よって利益も上がりますよねっていう理論で、超えてくるんじゃないかなというところがございます。まあ、なので株価自体もです、ね、上にブレイクするんじゃないかなというところですかね。 今後ですね、保有するにあたって見ておいた方がいいポイントとしましては2つございまして、1つはですね、まあ、出店、1店舗当たりの売上高の推移ですね、まあ、これがちょっと下がってくるようであれば、まあ、少し注視したいというところになるかと思います。ちょっとどこまで下がるかというポイントまではちょっと、あのー、今はわからないんですけども、はい、ちょっとそこのストーリーはできてないんですけども、まあ、ちょっと下がっているかどうかというのは見た方が良いかなと思います。で、もう1個は、まあ、これはあまり懸念してないんですけども、 あの特別損失の方で減損を出していましたので、そこがですね、えっと、継続的に起きていないかどうかっていうところも見ておきたいポイントですかね。はい。えっ、ー、と、どこだったっけなちょっと忘れましたね。特別損失ですね。これですね、減損損失というところが、まあ、神奈川の方で1店舗、あの回収があまり芳しくなかったと,いうところで減損を出してますので、これが継続的に起きてるかどうかっていうところは見ておきたいポイントですかね。はい。まあ、しかしながら、総、ま、じ、あ、て、えっと、良い決算内容かなと思いますので、 うんまあ、今後もですね、注目したい銘、えー、柄かなと思います。あと、あのー、ちゃんと優待もありますってところですかね。はい、そのぐらいです。まぁ、あ、カツヤとか使われてる方はぜひ保有してみてはいかがでしょうかってところになります。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。次回はですね、次回とかこの後撮る予定なんですけども、このアークランドサ,クアー,クランドサービスホールディングスという会社なんですが、実は親会社がですね、 えとですね、有価証券報告書に載ってるんですけども親会社がアークランド坂本っていう会社がございまして、えーとまあ、不動産だとかあとホームセンターってところを経営してる会社なんですけどもここもですね結構いい会社かなって個人的には思ってますのであのこの後ですねまた動画作ってから公開したいなと思いますのでそちらの方もよろしければご覧くださいはい以上となりますありがとうございました